皆さんこんにちは。料理家再現レシピ研究家の稲垣飛鳥です。今日の動画は先週の動画に引き続き高校2年生息子のオーストラリア留学動画の後半戦です。前半をまだ見ていないという方はぜひ前半をご覧ください。それでは留学動画後半スタート。というわけで皆さん前半動画の最後に、出発する日にハプニングが起きたという話をしたんですけれども、出発の日なんと飛行機が欠航しました。飛行機はですね夜8時50分に成田を飛ぶ便だったんですけれども、当日の朝メールで欠航の知らせが来てたんです。メールがね届いたのがね深夜のね12時過ぎぐらいのねメールやったんですよ。でも私はもう前日やったから早めに寝てて、朝そのメールを見てもうパニックですよね。もうめちゃくちゃびっくりして、とりあえず主人と息子を起こしました。でちょっとどうしたらいいどうしたらいいってなったんですけれども、気がついたのが出発する日の朝だったので、まず金曜日の朝だったのでエージェントさんに連絡をして、学校への連絡、ホームステイ先、ドライバーさんへの連絡は全てエージェントさんがしてくれました。でもねもう次の飛行機を取らないかんっていうのでねすごい焦ったんですけれども、なるべくね早く行きたかったんですけど、次の日の同じ便っていうのがもう全て満席で、ジェットスターで飛行機を予約していたんですけれども、ジェットスターが、成田からブリスベンまでの直行便っていうのが1日に1本しかなかったんですね。なのでもう次の日の予約は満席、まあ、朝の時点ではもう次の日の同じ便は欠航になっていて、その代わりに振り替え便っていうのがまあいくつかあったみたいで、カンタス航空が、ジェットスターの親会社みたいで、カンタス航空の2日後、本当は金曜日に出発する予定だったんですけれども、日曜日の夜同じぐらいの時間、9時過ぎぐらいだったかなに出る飛行機で、月曜日の朝、7時ぐらいにブリスベンに着く飛行機を振り返ることができました。というわけでね、カンタス航空ってすごい大きい航空会社で、まあ、日本の JAL とか ANA とかみたいな飛行機だったので、すごく条件がよく、まあ、2日ね遅れてね2日間ちょっと台無しにしてしまったっていう悔しさはあったんですけれども、予約では乗れ当初だったら乗れないはずのカンタス航空を乗れることになって、まあ、少しその分はラッキーだったかなという感じです。はい、というわけで後半の動画なんですけれども、ステイ先について、学校について、そして週末の過ごし方、そしてお土産で、最後に、留学にかかった総費用をご紹介したいと思うんですけれども、細かい留学エージェントさんからいただいた明細も今回は載せたいと思います。はい、ではまず一つ目のホームステイ先についてです。皆さんホームステイって言ったらどういうイメージを持っていますか？私はですね、なんかうちのような家族、まあ、4人家族両親がいてお子さんがいるような家にホームステイするんやろなって勝手に思い込んでたんですよ。でホームステイ先の住所がまず分かるのが出発する1週間前とすっごいギリギリなんですね。で、ステイ先のホストファミリー詳細っていうのが分かるのが出発の3日前、めちゃくちゃギリギリなんです。で息子のホームステイ先のホストファミリーの詳細がなんと64歳女性一人暮らし、勝手に私が想像してた4人家族みたいなの思ってたんですけど、全然違ったなっていう、はい、感じでした。はい、というわけで息子の、ホストマザーはオーストラリア人の、女性で、朝早くからね働かれてて、息子が学校に行くのに家を7時ぐらいに出てたんですけれども、その時にはもうマザーはお仕事に行っていらっしゃらないそうで、朝ごはんと、お昼のランチを毎日作って机に置いておいてくださったそうです。ちなみに息子のマザーがすっごくお料理が上手で、これもね出発前にやっぱりその日本のご飯みたいな感じを想像していくと、やっぱりオーストラリアはやっぱ食事にそんなに手を込んでないみたいな感じのイメージをたくさん聞いてたんですね。なのでランチはもう毎日薄いパンにハムとチーズだけを挟んだサンドイッチやでみたいなことを結構何人もから聞いてたんですよ。でも息子のマザーはもう毎日
違うサンドイッチだから、トルティーヤの日もあった。全部手作りなんですよ。でそのパンだけってね結構聞いてたんですけど、パン以外に毎日フルーツがバナナとリンゴ、バナナは絶対あったかな、バナナとオレンジ、うん、フルーツがね必ずついてて、でそれ以外にスナック菓子も入れてくださってたから、もう結構お腹いっぱいにすごいなるぐらいの、毎日ランチを手作りしてくださっていました。でね、夜ご飯もねすごい凝ってて、私がもうすごいなってわーって思ったのが、なんか手作りハンバーガー、ハンバーガーのバンズが置いてて、パテを焼いてくれたやつ、ポテトで挟むチーズとか、こう自分でねハンバーガーを作るみたいな夕飯を作ってくださったりとか、あとはなんか餃子の中身みたいなのをパイで包んだって息子が言ってたんですけど、それがすごい美味しかったとかね、なので本当にすごいお料理をされる方だったので、日本からね結構カップ麺とかプロテインバーとかいっぱい持ってったんですよ。でも結局息子はそういうのがもう全然必要なくって、友達にいっぱいあげたりしたって言ってたので、これはちょっと行ってみないとわからなかったんですけれども、息子のマザーはそんな感じでした。お洗濯、洗濯もねエージェントさんには洗濯用洗剤とかも持って行ってくださいって、まあ基本ねなんか私はまあいろいろ貸してもらえるのかなってちょっと勝手に思っちゃってたんですよ。でも全部持って行ってくださいって言われて、まあタオルとかバスタオルとか洗剤とかシャンプーとか全部持ってったんですけど、息子は洗濯は週に1回水曜日で決まってたらしくって、カゴに全部入れといてねって、で入れといたらマザーが全部洗濯してくれたから、洗剤とかはいらなかったよっていう感じで、バスタオルとかタオルとかも全部準備してくださってて、まあ、そのシャンプーとか洗顔とかは息子は自分で持ってったやつを使ったそうです。なのでここのね準備物としては一応全部持っていくか、エージェントさんは現地で買うのがおすすめって言ってたんですけど、まあそれでもよかったかなと思います。門限についてです。学校で決められた門限が19時だというのをエージェントさんから連絡が出発前にありました。で実際行ってみたらマザーが21時までいいよって言ってくださったみたいで、息子はその日の5時までにマザーに今日夕飯がいるかどうか連絡してって言われてたみたいで、まあ家で食べる日もあれば友達と外で食べる日もあったみたいで、まあ、マザーとそのやり取りはなんか日本でいう LINE みたいな、そういうメッセージが送れるアプリでやり取りをしていたみたいです。はい、続いて学校についてです。学校はですね、なんか結構、まあ、やっぱすごいたくさんの人がこの季節に留学してきてて、まず学校に着くとすぐにレベルチェックのテストがあったそうです。で、自分のレベルに合ったクラスで授業を受けるそうです。ちょっとね、息子がどのレベルだったのかっていうのはもう何も話してなかったからわかんないんですけれども、一クラス15人ぐらいで授業がなんか2時間ぶっ通しであって、その後に休憩やから結構学校が疲れるみたいなことは言ってました。なのでね、授業がどんな感じだったかっていう話はね、あんまり聞いてないんですよ。去年はもう授業が楽しすぎるっていう話をね、セブンの留学した時はもうすごい言ってたので、それがすごく印象的で、まあ、マンツーマンレッスンがね、1日6時間とかあったので、めちゃくちゃ楽しいって言ってたんですけど、今回ね、学校の授業がめちゃくちゃ楽しいっていう話は全く聞いてはないですね。うん。でも、学校から、テーマパークに連れてってもらって、ムービーワールドかな、これは、ゴールドコーストにあるムービーワールドに行ったのはすごい楽しかったみたいで、スーパーマンとかと写真を撮ったりしてるものがありました。で、まあ、ホームステイ先から学校までは公共交通機関で、通ってたんですけれども、息子の、はバスで帰ってました。で、この公共交通機関に乗るのに、GO カードというカードが、日本でいうパスモとかスイカみたいなもんですよね。それをオーストラリアについて一番に買いました。これがそのカード自体が、まあ、1000円ぐらいで、そこに5000円チャージして、使ってて結局足りたんかな？なんか足りたような、足りなかったような。なんか最後、エッカっていうお祭りで、公共交通機関をどれだけ乗ってもなんか1日50円になったみたいなこと言ってたので、まあ、全部でそのパスモ的なそのGOカードが6000円ぐらいで
こと足りたのかなという感じがします。はい、続いて、持っていけばよかったもので、私が見た感じでは、まあ、やっぱ季節が向こうは日中は20度前後なんですけど、朝晩がすごい冷えてね、10度以下とかもあったので、あのウルトラライトダウン、これはエージェントさんにあると便利って聞いてたんですけど、もう毎日着てたって言ってたので、これは買って大正解でした、ね、こんな真夏にまさかウルトラライトダウンを買うことになるとは思わなかったんですけれども、ユニクロのネットやと夏でも買いますし、なんならね、成田空港のねユニクロでねウルトラライトダウン売ってました。なので出発の日に買うっていう手もありますし、うちはね空港に行く途中に持っていこうと思ってたその冬服をね忘れたってことが判明して、ユニクロで一着長袖を買いました。なのでね、なんか本当なんとかなります。なのでなんかこれ持ってっとったらよかったなとかっていうので困ったものは特になかったみたいです。はい、続いて息子がオーストラリアで買ってきてくれたお土産なんですけれども、結構もう日本で売ってるものばっかりよって、まあ息子がね、息子曰くなんでちょっと分かんないんですけどらしくって、結構まあカルディとか、にあるものがあって、そうティムタムをねたくさん買ってきてくれたんですよ。で私もねティムタムがオーストラリアのお菓子やって初めて知ったんですけど、息子は日本で買えないと思ってたくさん買ってきてくれて、カルディにもドンキには売っとるよって言ったらすごくがっかりさせてしまったんですけど、あのオーストラリア限定の味も多分あったと思うので、いやーやっぱりもう日本はすごいですね、何でも売ってる。うん、私がですねすごいね嬉しかったのが、オーストラリアのその息子が現地のパンっていうのを買ってきてくれて、スーパーでね、それは1本分のライ麦パンをサンドイッチ用にカットしたやつを買ってきてくれたんですけど、めちゃくちゃ美味しくって、しかもね1本でね280円ぐらいらしいんですよ。それがすっごい嬉しかった。いやーちょっと向こうのスーパー行ってみたいですよね。あとね、あのオーストラリアはどのお店行ってもポテトにチキンソルトってやつがかかってるらしいんですよ。だからマックのポテトもそれがかかってるって言ってて、そのチキンソルト、あれ私どこ行ったかな、あこれや、はい、これをね買ってきてくれて、まだ使ってないんですけど、ハーブソルトみたいな感じですよね、チキンソルト、ちょっとこれ楽しみで、これお土産としてめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、というわけで最後に今回の留学にかかった費用の、詳細をご紹介したいと思います。学費が、ホームステイ代、空港のピックアップ、空港からホームステイ先まで、最後ホームステイ先から空港までのピックアップ代、などを込み込みで32万6932円、これが一番大きくかかったものですね。ちなみに私が、これ申し込んだ時は1ドル106円だったので、ちょっとまあ高めの時だったかなと思います。学費、ホームステイ、空港ピックアップ代が2週間分で32万6932円でした。そして保険、保険は HS 損害保険株式会社っていうところで、入りまして17日間で、6440円でした。これはなんか去年の保険代より安かった気がします。去年ねセブン行く時にも同じぐらい17日間ぐらい行って、確かね8000円台だったような気がします。はい、続いて、ビザが、2ドルだったのでだいたい2000円ぐらいです。そして eSIM が、17日間で6100円で、航空券が往復、こちらは、ジェットスターで取りました。うちは欠航になって振り替えなので、行きがカンタス、帰りがジェットスター、往復が、9万226円。そして先ほどお話しした向こうで購入した、ゴーカード、パスモとかスイカみたいなやつが6000円。そしてお小遣いを、私たちから渡したのは3万円です。結局ね、現金はね、100ドル分、そう、現金にして持ってったんですけどね、全く使わずだったので、これはちょっと入れてないです。で、合計が
46万7698円でした。でも私的に50万ぐらいでいけたらええなって思ってたんですよ。目標達成できてましたね。はい、というわけで2週にわたって息子のオーストラリア留学についての動画をお伝えしました。いやー、私自分の子供がこの高校生で留学に行くとかってもう全く想像してなかったんですよ。そんな自分の周りに留学させてるって人もいなかったので、本当人生何があるかわからないなと思うんですけれども、こういろんなことをたどっていくと、やっぱりコロナで学校がない中、私のママ友が教えてくれたレアジョブ英会話を中学校1年生の時に息子に勧めて始めたことがきっかけで、すごい海外に興味を持ち、英語で話すっていうことに息子自体がこう躊躇がなく、英語を喋りたいっていう気持ちが中学生の間にすごいついたんですよね。で、そのまま高校に入って、高校に入ったら留学したいっていうのは聞いてたんですけど、まあ公立高校なので学校からそういうプログラムがあるわけでもなくっていうところで、舞ちゃんという世界一周をした友達に出会い、舞ちゃんに素晴らしいエージェントさんを紹介してもらい、去年はね、素晴らしいセブの留学をして、またね、より海外へのこう気持ちが息子的にもね湧いてきて、今年はオーストラリアに留学ということでね、もう私は実際ね全然行ってないんですけど、もう息子から話を聞くだけでちょっと自分も留学した気分に なれましたですし、あとやっぱりね、留学にあたってね、いろいろ、まあ、調べるじゃないですか。学校を調べたり、航空券を、海外行きのチケットとかも取ったのも、まあ、昔自分が学生の時にね、取ったこととかあるんですけども、久々で、手続きとかも、いろいろ大変だったんですけど、いろいろ勉強になることもありました。今後ね、留学する方が、この動画が少しでも何かお役に立てたら嬉しいなと思います。ちょっとね、この動画の中で紹介しきれてないこととか、他に聞きたいことがありましたら、ぜひぜひコメントの方で教えてください。今日の動画が良かったよっていう方は、グッドボタンお願いします。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。YouTube 以外に、ブログ、Instagram もやってるので、そちらの方のフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。